がなんでこんな今ニヤニヤしてるかというとですね、そうなんですよ、ついに来ました、こちら CE154 ゴンゴンフォアスね、新車が欲しくて探し求めてた、こいつをヤフオクで程度の良さそうな玉を見つけたんで買ってきましたよ。やっと届いた。じゃあちょっと回して撮ってみましょうか。こんな感じ、こうやって7半フォアと比べると少し車格ちっちゃいけど、でもやっぱ現行のバイクに比べるとちょっと大きめ、この4本出しマフラーがいいっすね。やっぱこう前から見た時のこのエンジンがちょっと張り出してるのがめっちゃ好きなんですよ。状態じゃないんで、ここからいろいろ直して、まあレストアまではいかないんですけど、とりあえず、走るようにしたいと思います。じゃあまずは買い出しにレッツゴー。3時間後全然パーツが来てないよ。全部取り寄せました。まずは花坂 G をやってタンクの洗浄をねしましょうということで外します。結構サビがあったので花坂 G で花を咲かせていきましょう。リンス用こっちに1リットル分けてくる。先に口つけちゃう。絶対なると思った今。ここまでだって危ない。もっとひどいことになると思った今。中性だから。中性だから。そうそう、中性だから。かかったらダメじゃない、中性だから。絶対なると思った今。俺もなると思った。やった。中性だから。中性だからね。でもサビ取っちゃうから。どういうことなんだろうね。中性なのにサビ取っちゃう。サビだって必要なのね。セーフなの。あ、もういいじゃん。もう少し入れます。2 days later。 だいたいこのぐらいのサビが全体的にあったんですけど、まあ、いい感じに消えてますね。さすが花坂寺といったところでしょうか。で中のサビこれは今水圧でサビを出しているところです。いきます。こっから声ちっちゃくなると思うんですけど、ちょっと夜に撮ってるんでちょっと勘弁してください。それでこう変わるのかわかんないけど、やれって書いてあるので直したいと思います。入れました。そしたら閉めて、ビフティールダンス、ビフティールダンス。こいつめっちゃ軽そうに振るよな。こいつはあれっす、前グリル滅菌するときに出てくれた K です。いいロンティー生きてるね君。オレンジプールサイド、僕のバンドです。こんな感じでとりあえず振ってコーティングしていきます。リンスしたのはここに入れます。このままです。これでここは水洗いをしないで乾かすみたいな。あれ薬液が
触れちゃったところだけ流しておきます。これ全然入らなくて、錠を作りました。で、錠を作ってきた。斜めに切ることで切りやすいです知識がなく技術に困ってる時にお助け外国人が登場。次回ユーヤング、ずっと友達でいよう。